ひづめ骨馬のひづめ内部。最も下にある骨がひづめ骨にあたる。ひづめ骨は前歯、前肢、後肢の末端にひづめを持つ哺乳動物の骨格を構成する骨の一つ。四肢の最も体重のかかる部分にある骨で、ひづめの内側に内包されている。馬の場合、四肢の手骨は第三肢のみで構成され、上からつなぎ骨、肝骨、ひづめ骨の三つ。 および二つの種子骨で構成されている。ひずめ骨は最も先端であることから抹節骨や第三種骨、または第三種骨とも呼ばれる。ひずめ骨は馬、ま、特に競走馬の骨折しやすい箇所の一つで、またひずめ骨炎という炎症も起きやすい。これらはしばしば低用炎の原因ともなる。骨折は同じ競走馬でもサラブレッドよりもスタンダードブレッドで発生しやすく、 また、講師よりも、前肢の方が発生しやすい。骨折した場合は、ツレオ定鉄や、側鉄唇付き定鉄といった、治療用定鉄を用いて補助し、6ヶ月以上の休養を当てがう必要がある。ひめ骨から、馬の前肢骨格時点、JRA 競争場総合研究所、頭節馬の骨格、前肢馬の前肢骨格辞典、JRA 競走馬総合研究所エビ丸ごと、 わかる競馬の辞典、P202 から203ハット ABC 末節骨骨、折引く、馬の全死骨格辞典、JRA 競争馬総合研究所、ありがとうございます。